両チームのプレーヤーが姿を現しました。2023明治安田生命 J1 リーグの第20節、サンフレッチェ広島対鹿島アントラーズの一戦です。鈴木優馬が駆け引きをしています。樋口のボール巻いてゴールに向かうボール、面白いヘディング、先制鹿島アントラーズ。樋口優太のピンポイントボール、合わせたディエゴ・ピツカ、セットプレーで取りましたアントラーズ。もうここは樋口選手のキックの質と、まあ、関川選手も少しこう体を、ね、ひねりながら、まあ、ゴールの枠に飛ばしてきましたよね。まあ、キックの質と、まあ、関川選手のこう身体能力の高さが、ね、まあ、存分に見られたゴールになりましたね。ゴールに向かうボール、関川が難しい体勢でねじ込みました。そのあたりは流動的な鹿島のアタッカー陣です。さあエゼキエウ入れ替わった、エゼキエウキープ、切り返す、エゼキエウ前がいた、エゼキエウのシュート、ナイスキーパー早川、いい攻撃いい守備がありました。いや、このシュート本当にこう素晴らしいね、狙った狙い通りのシュート、低いボールできます、コース変わった、森島のボレー、ベンカリファ混戦になる、戻して野津田の右足できた、クロスバー、少し、ね、こうアウトにかけながらゴールキーパーから逃げるようなね、中の枚数は十分揃っています。サンフレッチェ広島、ベンカリファかわした、ベンカリファの右足、ナイスキーパー早川、ここもチームを助ける守護神早川、下から行きました、野津田が厳しくチェック、さあうまく三角形作って剥がしました、ベンカリファ裏を取った、エゼキエウだ、さあ決定機、エゼキエウ抜け出した、エゼキエウ決めます。いやー、見事なカウンターアタック、サンフレッチェ広島、まあ、うまくね相手のプレッシャー剥がしましたね。自陣でトライアングル形成、ワンタッチワンタッチ剥がして、最後はカウンター完結、エゼキエウ1対1同点。まあ、ここでねまずはボールを奪ってから、ここでダイレクトの、ね、パスをつなぎましたし、エゼキエウ選手も足元ではなくて相手の背後は、ね、スペースありましたから、うまく抜け出して、まあ、最後、ね、落ち着いて、まあ、ここですよね、足元ではなくてスペースにね、広大なスペースに飛び出しましたし、最後早川選手の駆け引き、うまくニアを、ね、抜きましたよね。まあ、うまくこうドリブルもスピードをコントロールしながら、相手のゴールキーパーの位置を見て、荒木の柔らかいボールこぼれた、藤井俊のオーンターゲットでした、枠を捉えました、藤井智也、藤井からピツカ、開いた荒木、マッチアップ柏、残りは40秒です。中の枚数十分、広瀬のクロスが入った、いいボール入りました、鈴木優馬来た、巻いたボールが入ってきた、ここで試合終了の笛です。先制鹿島、追いついた広島。